金田中右衛門さなる大展でございます。もうね、もうそろそろ11月も終わって12月、もうこの動画撮ってる時がまあそこら辺の時期なんですけれども、着物が楽しい時期になりましたね。お出かけする機会もたくさんあると思います。でこういう時にね、着物をね練習してみようかなとかって思ってる方にいいんじゃないかと思う名古屋帯2点だけなんですけども、ご案内させていただきます。まずこれ第1点目、紬のアイボリー系ですね。地がアイボリー系に根茎のお花です。これがですね、結構長さがよくって、31センチの幅で3メーター57センチあるんですね。ですので3メーター57だったらほぼほぼ皆さん楽に締められるかな。ちょっと私はもうちょっと長い方がいいよっていう方はまたね、ちょっと考えていただきたいんですけど、まあだいたい3メーター57あったら楽に締められると思います。お値段が880円でございます。リサイクル品ですのでね、全くの新品ということではないってことをお考えくださいませ。なかなかね、初心者さん向けにもいいなと思うのは、柄が続いててお太鼓柄ではないんですね。ポイント柄ではないっていうとこですね。垂れ先からこういう風に続いていますよ。どこの柄が出てもいいですよっていうとこですね。で前の方ですね、手先はこういう感じになってます。で紬ですので節があるし、いろいろ糸とかがねこう挟まってたりしますけれども、これは紬なのでこういうものです。汚れ等ではございません。糸の色がこうなりますよ、そういうとこですね。お腹のところはこういう模様になります。これの半分ですね。幅出しができますので、ご自分のお好きな幅で締めることができます。裏はねやっぱりこのね糸が渡っていますね。こういう感じになっています。これがまず第1点目でした。はい、こちらが第2点目です。色合いがねちょっと面白いんですね。グレイッシュピンクっていうほどのピンクでもないし、じゃあレンガ色ですかって言われるとレンガ色ほどオレンジ色が強くない、ちょっと面白い感じの色合いなんですけれども、割と茶系の着物とかクリーム系の着物とか、もちろん黒とか合わせると意外と何でも合うんじゃないかなと思うような色合いの帯なんですね。880円ですね。幅が30センチの長さが3メーター65センチ。3メーター65センチっていうと、私みたくちょっとぷっくらしてるよみたいな方でもお締めになれると思います。これがね、やっぱり初心者さん向けでいいなと思うのが、ずっと柄が続いているんですね。刺繍でね、サガラ刺繍って皆さんご存知だと思うんですけど、あれに似たような雰囲気ですね。この柄がね、とてもいい感じです。こちらが手先になります。手先からね、ずーっとね、垂れ先の方までこの柄が続いています。とってもね、いつもなんだかポイント柄出すのね、ちょっと大変なんだよね、とか思ってらっしゃる方は、こういうので一回ね、練習なさってもいいんじゃないかなと思いますね。リサイクル品ですのでね、やはりちょっと汚れはございます。だけど、こういうので気軽に楽しみたいなとかね、練習したいなとかって思われる方は、チャレンジしてみてもいいんじゃないかなと思うような色ですね。とってもピンクとか、とってもオレンジとか、そういう感じではないのでね、おすすめします。先ほど申した通り、お腹の方はこういう感じでね、どこの柄が出るかなっていうのはその方のウエストの寸法になってくるんですけれども、どこが出てもいいですね。こういうものですね。サナル大展っていうのは本当にいろんなものが入ってまいります。こうやってね、ご案内させていただくのも、私がちょっと皆さんにお見せしたいなと思うのをご案内させていただくんですけれども、お近くの方はぜひぜひ一度ね、足を運んでみてください。煙鉄バスさんをご利用の方は、煙鉄ストアさんサナル大店というところに停留所ございますので、そこでね降りていただいて、100メーターのところに小さいお店なんですけれどもございます。お車もね1台のみなんですけれども、建物の裏に停めることができます。あとはねオンラインショップでいろいろねご覧になることができますので、サナル大店ではなくって本店の方の置物とか、いろんな楽しいものがそちらにもございますので、お時間あったらば QR コードとか URL からそちらのオンラインショップの方へ入ってみてください。ありがとうございました。